天台地蔵様、お本尊様に拝礼をいたします。礼。というのは30年が寿命だそうでございまして、この平成16年度に予算がついて、そして17年度にかけての工事ということで、国の方でも認めていただきまして、すみません、気をつけて上がってください。こけら葺きという屋根ですね。瓦で踏んだのは瓦葺き、銅板は銅板葺きという屋根なんで、これは板ですけど、板葺きではなくて、こういう薄い板を薄く割ったのはコケラという、コケラ葺きと言います。使っている材料はこういうものですね。サワラの木です。サワラというのはお風呂の桶に使ったりするああいう木ですね。サワラの木は根が通って割りやすくて、しかも水に強いという特徴があります。で、こういう屋根にぴったりなんですね。で、これ曲がりますから加工もしやすいし、でこのサワラの木というのはほとんどもう長野県の木曽谷ですね、木曽の方、木曽地方から来てます。これは手割りといいまして、職人さんが一枚一枚こういう小へぎといいますけど、こういうナタ、そちらの方見えますかね、こういうナタで一枚一枚職人さんがもうこの同じ厚みになるように手加減をしながら割っていくわけで、大量生産ができないものです。それをこう一枚一枚こう少しずつこうずらしてこういうふうに上がっていくわけですね。で、それが大体どういうふうになっていますかと言いますと、これ見てください。これ1個ですね。
ちょっと見たらわからないですけど、こんなに重なってるんです。ですからこの板だけでこの上に何もしなくても30年以上40年ぐらい長持ちするわけです。まあ、もちろんこれだんだんあの上から下でなくなってきますけど、これが少しぐらいなくなってるからといってこの厚さがほとんど変わりません。これはあの前回の昭和48年に拭いたいです。このちょっとこれ間隔はこれは長くて厚さもない。前回はちょっとね、まあいろいろ事情がありまして、予算とかまああのいろいろな事情がありまして、こういう多少こう材料少なくなるようなやり方してるんですよね。その前っていうのが昭和8年なんですね。この工事したのはこれが48年、その前が昭和8年で、今回はその昭和8年の時の状況に戻そうという方針でやってます。でこの板をですね、じゃあどうやって止めているのかというと、何を使ってるかというと、こういう竹の釘なんですよね。これが竹釘ですね。ほとんどもうこれはね、今作ってるところってないです。これはあの兵庫県の方に一社だけこれを専門で作ってる会社がありまして、そこで作ってます。でよく見てくださいね、皮がついてますね。必ず皮がついてます。で必ず皮のついたところが尖ってます。尖ってますね。ここはね、皮のところ硬いからよく刺さるんですね。で職人さんはこれを口の中に、私は1本ですけど、こう本当は何十本も1台で、皆さんご覧になったことがないこんな変な金槌があります。これが、まあ、我々言う金槌、屋根金槌ですけど、まあ、我々、はい、あの金槌といえばこれのことですね。普通の金槌じゃなくてこういう金槌ですね。ここに金具ついてますね。今入れた竹の釘、これを尖った方と尖ってない方を下で見分けて、尖った方を下の方にして、つまりあの打つ刺さることね。叩く方を前にして金具のところにでパッとこう受ける。受けたらこれを、まあこれはあの古いやつ、ちょっとここに打ってみますね。ここにこうやってドンとすると立ってるわけですよ。でこの状態でこう叩いてる間に次のすかさずようにして次の人でどん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 っていうわけですね。左手がこう板をね、材料をこう持ってるから使えないんですよ。だからもう口と手だけでこう、あれ次は次へと打ってる今ちょうどあの打ち終わったところで、次のあので打ち終わったらあの炭を折って、炭そばで炭をこのまっすぐね通るようにこうやって炭を打ちますね。で炭を打ってあのこうぐにゃぐにゃ曲がったりしないように合わせて、今打ったところですね。でまた次の板を何本いらんのね。それこそ昔だと何個とかね。ああ、変わってない。面白いですけど、5ミリの記録と随分違いますね、これ。ああ、まだ全然違います。全然違います。だから、表、あたりの長さのもんで表ってるんで、このだけの1センチ、10ミリぐらい、1センチ5ミリぐらいですか。そうですね。あ、それともう一つ、ちょっとこういう変わった少し違う分厚い板があります。これちょっと短くて板、これはどこに使っているかというと、この下のところですね。こういうところです。これはどん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 強いですね。最後に小口をきれいにここをカンナで仕上げて、ピカピカ光るぐらいツルツルになるまできれいに仕上げて、これはもうあの昭和8年のものですけども、最初は多分ピカピカ光るぐらい削ってたと思うんですが、もう間にこういう綺麗な状態になりますね。この下もそうです。昭和8年のものが今まで残っているもう70年ないですか。こういうところというのはもう本当職人のこれがね勘で、まあ、大体のね大体の形というのはまあこれなんですが、特にその
初めからその辺りまでのところというのはね、本当これはもう勘なんで、こうやって線を作ってるわけです。後でここちょっと失敗したからこれダメだとか、そう、こういうとこは水はけはあまり良くなくなる。そうなんです、これはね、弱点ですね。もうここ逆になってますからね、完全に少しね、水上がっちゃう。ただまあ、こう横にこう、結構横に両サイドに出ますから、それほどでもないんですよね。でもやっぱりここはどうしても弱いんで、まあどうしてもね、こういう屋根の美しさを出そうと思うと無理してるところあるんです、どうしてもこういう建物はね。それはもうまっすぐな、真四角なこう建物にすればね、一番水はけとかね、そういうのがいいんですけれど、それじゃ価値がないですから、やっぱりそれを無理してこういう、ね、無理やりこうね、線をこう反り、軒反りを作って一番のポイントでしょ。そうです、ね、ですからこういう屋根も美しいわけで、これがまっすぐな何もないこんなね、素屋根みたいな、こんなまっすぐな屋根って何も価値も立てないこういう無理し押しながらその職人のこの技をこうね使って形を作っているところはやっぱりこういう建物の価値があると思います。だから国宝でしょ。そうですねどう道具にしちゃったらもうダメだね、国宝は。いや、そんなことないですよ。そうですね、ええ、そんなことないですけど、やっぱりそのこういう技術というのは残していかないといけないという、ね、これはもう昨日今日からやってるわけじゃなくて、これはもう何百年も前からこうやってもう延々とこう受け継いでね来たものですから、ただこういうものを残すだけでしたら、それこそこんな屋根を作って、ね、大井を東京ドームみたいななんかを作ってね、しとけばこれ残りますよ、もう100年で。それでは価値がない。こういう技術が伝わっているというところが大事なんです。若い人がね、こうやってまた覚えて、でまた次の世代の人がそれを覚えて、こうその技術が伝わっているところに価値があるわけで、ただこれがさえ残ればいいというものではないというところですね。そういうところがやっぱりその文化財を守っていくというのは、ただそのものを残すんじゃない、技術を残すというところが大事だと思います。1週間、1週間なかなか難しいですけどね、1月、2月やってるとね、打つだけはいけるよね。1本ぐらい打たせてもらえますか。いや大事なのはですね、釘はね、やっぱりこうやって珍しいですから、みんなどうしても釘を打つところばっかし目がきますけど、本当に大事なのはどういう材料をどこにどういうふうに使うかというその目ですね。この目が効くようになるのにやっぱり何年もかかるんですよ。ただそんなに 手当たり次第並べて釘打てばいいんだ、だからこれは誰でもできるわけです。これは一番いい使い方、これですか。これはですね、この六章が出ますね、章が出ます。これ6章の汁というのはこれいいんですよ。持ちが良くなる。あ、じゃあある程度感覚的もと入れて。そうですね。ある程度こういう大体尺億ですけど、ね、ただ前昔はこれを外に出してたんですけど、昔の写真みたいに筋が横筋に見えますけど、ね、でもそれはね良くなかったんですよ。結局その焼けるんですよ、ね、日光で、うん、焼けるとそこで上の生えてる早くなくなっちゃう。熱持ちから最後ね、銅板がペラ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 って手で格好が悪いというので、今はもうこう中に見ないように。一日にこれで何枚ぐらいこの職人さん一人でやるんですか。じゃあこちらの人一日何枚ぐらい数えたこともないんだろうけど、何枚まあこれはねちょっとこの大体これはちょっとねこの感じでいいんですかね、うん、少ない小さいですからあれなんですけど、うん、普通の例えばこれが一寸の、うん、これはね、うん、今大体この辺が6分ぐらい、うん、この辺が7分ぐらい、うん、ですけど普通は大体一寸なんですよね、まあ、それで大体1日1坪、うん、1坪、うん、ぐらいですね。まあ頑張って1坪今日ですね、一応それぐらいと。